先端の科学技術を扱う日本科学未来館の常設展。この常設展は地球とつながる、世界を探る、未来を作るの3つのゾーンで構成されています。地球とつながるはですね、ジオコスモスという未来館のシンボル展示になります。で、2つ目の世界を探るは、今の人間の立ち位置を広く宇宙の中から地球、そして世界で人間っていうような形でご紹介している展示。最後の未来を作るなんですけれども、人間の立ち位置が分かった私たちが一体これからどういう未来を作っていったらいいんだろうかというようなことをご紹介しているフロアになります。常設展では、特殊な素粒子を観測する巨大な施設の模型や、迫力のあるドームシアターなど、かつてないスケールで科学技術を体感できる展示を研究者、技術者やクリエイターとともに作り上げてきました。スーパーカミオカンデ、本物は直径40メートル、高さ40メートルの巨大なものです。で、そういうものを模型を作るとなると、まあ普通我々が持つイメージっていうのは、それをこう外から眺める、そういうイメージですけど、出していただいた企画は、人が中に入って機械の様子も再現しながら体感できるという、その発想に驚きました。人間の肉眼ではもう見れないような数の星まで再現するっていう特別なプラネタリウムがありまして、宇宙の広大さだったりとか、まあ、素粒子の世界だったりとか、普段日常では感じられない世界にこうたった一人で向き合うという没入感というところだからこそ入ってくる科学のエッセンスだったり、内省的な部分だったり、そういったことが表現できるのかなと思っています。日本科学未来館の展示の特徴、それは研究者や技術者の思考、研究プロセスや未来の社会など、形のないものを扱う展示が多いこと。この形のないものを表現するために試行錯誤を繰り返してきました。インターネットを展示にするって言った時に、インターネットの何を見せればいいのかっていうのが重要なポイントとしてあるじゃないですか。で、インターネットがこういうふうに使われていくんですよとか、こういう世界を作りますよとかっていうのも一つのインターネットの展示なんだけど、説明するのに、まあ、文章で説明したり図解したりするっていうのは、まあ、伝わらないので、手で触ってみんなが動かせるようなものにしてあげられれば、その仕組みそのものを体験的に理解できるんじゃないか。自分が未来を変えられるんだって、こう自分ごとに思ってもらえるにはどうすればいいかということで、未来から現在をこう逆算していくような考え方を体験していただく展示を作っています。なんでテレビゲームを作ってるような僕らに相談してきてるのかと、多分体験の話なんだろうなと。何かを分かるという行為って、何かと何かを比べる。これは A です、これは B ですってことは、何かと比べないと分からないから分かるっていうようなことだと思うんですが、ゲームと同じなんですよね。何かと何かを比べさせる行為をやらせたいんだなと思ったんですよね。そういう体験をさせたいんだなと。開館から20年、科学技術を伝えることから始まった常設展は、来館者が体験する展示へと変わりました。そして今、未来について自ら考え、アクションを起こすきっかけとなる展示作りを目指しています。週末よくうちの子連れて多く来て、単に展示物が置いてあってそれを見てっていうのではなくて、実際に体を動かして触ってみて、理解できるできない関係なく、単純に一方通行じゃなくて、何か思うところができる場所っていうのがここであったりとか、もう生活そのものっていうかさ、生きてることそのものの一部にここで来たっていうことも組み込まれてるみたいな。答えを提示するというよりかは、考えてほしい問いを提示をして、それぞれの皆さんの立ち位置だったりお考えで、展示を見た後もずっと日常生活に帰っても答えをどんどん探っていくような、そういう経験ができるような形に変わってきてるんじゃないかなというふうに思ってます。